なるほど。もうゆっくりしたいです。どこも行かなくて。夏って結構出れないよね。逆に暑すぎるし。うん、そう。人混みにも行きたくないし、ゆっくりご飯食べてしたいです。僕結構夏あんまり出ないんですよ。暑くて。ここにもしあのクーラー17度とか書いてあったら最高ですね。あの撮影してる時も話してたんですけど、僕卵とお肉が好きで、ゆうなちゃんも卵とお肉が好きで、結構そのお肉のどんなお肉みたいなのも結構見えたり、あの赤身のお肉が好きで、なんか A5 ランクみたいなサシが入ってるのってたくさん食べれないじゃないですか、なんかもういいなってなっちゃうし、これですね、夕方からっていうのがちょっと肝ですね、もうダメになっちゃうんですよね、暑いと、暑いと本当にダメで、まあ、日も暮れてっていうかちょっと涼しくなってきたぐらいから出て、でなんかブラブラいろんなとこ行ったりして、でお酒飲みに行くみたいな、それが最高ですね。私もともと朝が苦手なんで、人とあの夕方からのことが多くて、だから助かります、夕方からなんかフェスに行こうってもし夏とかになったりして、そういう一日があってもすごいいいんですけど、でも基本的にはあんまりどこに行こうっていうのを1個は決めとくんですけど、浅草じゃあ行こうってなって、じゃあ浅草に行こうってなった時に他の行き先はあんまり決めないかもしれないですね。なんかあんまり決めすぎちゃうと他の発見がない気がしちゃって、じゃあ雷門前ねってなって、そこの道のりと帰りの道のりを結構いろんな新しいものを楽しむ感じ、でもあんまり渋谷とかにデートに出る人たちあんまり大変、まあ浅草ももちろん多いんですけど、なんか違う、賑やかな感じがちょっとするから、喧騒っていうよりかはワイワイしてる感じは結構好きですね。